皆さんは視覚障害者スポーツのブラインドサッカーをご存知ですか？この映像を見て少しでもブラインドサッカーに興味を持っていただけたら嬉しいです。先日私たちはブラインドサッカー日本代表の合宿にお手伝いとして参加させていただきました。その時の映像を踏まえてブラインドサッカーの歴史やルール、プレーを紹介していきます。ブラインドサッカーの歴史。ブラインドサッカーの始まり、ヨーロッパのスペインで視覚障害者5人制サッカーとして始まりました。スペインでの最初の選手権大会は1986年に行われました。日本での歴史。日本での視覚障害者サッカーは1990年から独自のルールでプレーされてきました。2001年に視覚障害者の文化を育てる会を中心とした視察団が、当時アジアで唯一視覚障害者サッカーを導入していた韓国を訪問し、 IBSA の国際ルールに沿った視覚障害者サッカーの普及が始まりました。そして2002年に日本視覚障害者サッカー協会 JBFA が発足しました。2003年3月9日には東京多摩にて第1回日本視覚障害者サッカー選手権大会が初の全国大会として実施され、以降毎年日本選手権大会が行われています。ルール紹介。ブラインドサッカーはフットサルをもとにルールが考案されています。 B1 クラスと B3 分の2クラスという2つのカテゴリーがあり、 B1 クラスでアイマスクを装着し全盲状態でサッカーします。 B3 分の2クラスは弱視者がプレーするフットサルです。ここでは B1 クラスでのルール紹介をします。 B1 クラスでは4人のフィールドプレイヤーにゴールキーパー、コーチ、コーラーの7人がメンバーです。フィールドプレイヤーは視力の差を公平にするためにアイマスクを着用します。ボールには特殊な鈴が入っており、という音がします。ゴールキーパーはゴールを守る以外にもフィールドプレイヤーへの情報伝達の役割にもなっています。コーラーは攻撃する側のゴールの裏に立ち、オフェンスに対してゴールまでの距離や角度をプレイヤーに伝えます。サイドライン上には1メートルほどの高さのフェンスが並び、プレイヤーが安全にプレーしたりピッチの大きさを把握したりするのに役立っています。そしてボイという掛け声は、ボールを取りに行く際衝突や接触の危険を防いだり、相手に自分の存在を知らせるための重要なルールになっています。プレー集。ドリブル。シュート。
インタビュー。練習後、黒田智成選手、加藤健人選手のお二人にお話を伺いました。ブラインドサッカーを始めて何か得るものはありましたか？ブラインドサッカーを通して、いろんな人と出会うことができた。障害とこれまで全く関係なかったサッカーが大好きなサッカー少年とも出会うことができたし、国際大会に出ることで海外の視覚障害のある選手と出会うこともできたし、いろんな人たちと出会うことができたな。まあ、今日もそうですけど、いろんな人に出会うんですよね。もうバイオサッカー始めて5、6年ですけども、サッカー関係者だけじゃなくて、さまざまな人が手伝ってくれたりだとか、まあ、サッカー通じていろんな人に出会って、本当に人とのつながりが結構広がって、仲間っていうのとか、人とのつながりっていうのはすごい大事だなっていう。それで、経験することも多いですし、学ぶことも多かったので、サッカーが上手くなって、っていうよりは、その人として結構成長できたかな。ブラインドサッカーの魅力とは？見えない状態でサッカーやるっていうのはすごく難しいことなんですけれど、だから空振りしちゃったり、ボールが止まっちゃったらもうすぐ近くにあっても分かんなくなっちゃったりとか、そういうことはあるんだけれど、難しいからこそいろんな可能性があって、時には本当に自分たちでもびっくりするようなプレーができたりするので、イマジネーションがきちっと噛み合った仲間と のそういうイマジネーションがきちっと噛み合った時にすごいプレーができてしまうっていう、そういうところが本当にいろんな可能性があるなっていうのが僕にとっては最大の魅力です。コートの中で自由に、動き回れるって言いますか、サッカーが好きな人が、サッカーできるっていうのはやっぱり良くなるかなと。ほとんどサッカーと変わりないですし、そうですね、なんか、みんなサッカー好きでやってるんで、障害あるとかなしとか関係なく、サッカー好き同士がみんなで楽しくできるっていうのは魅力かなと。あとは、素晴らしい仲間に出会えるっていうのは、そうですね、いいと思います。いかがでしたか？私たちがこの映像を作ったのは、今以上に多くの人にブラインドサッカーの存在を知ってもらいたかったからです。少しでも興味を持った方は、ぜひ生のプレーを見に行ってみてください。